前彼女に手紙出したのか。僕も勝手に。僕も書いてきたんだ。ほらセクシーだろ。それから神父にお仕置きするシスターアサンプタ、木を処刑するアトミックトリオだ。お前って本当お調子者だな。あの手紙僕じゃないんだ。友達のいたずらで。それだけはちゃんと言っておきたくて。その詩だけど変なこと書いてなかった？ああまあね。じゃあ。残酷すぎないか。カッシウス、首をはねた後に手足を切り裂くのはまず激しく怒り、後で妬むようだ。アントニーはシーザーの手足に過ぎぬ。我々は生贄を捧げても非道はしない。僕はこんな計画反対です。いいえ、僕が反対なんです。アントニーも殺すべきでした。つまりブルータスはたまなしだ。モラルって一体何なんだろう。その答えは真実を語ることと正しい行い、ボーイスカウトみたいなもんだと思ってた。でも考えが変わった。モラルとは自分にとって本当に大切なものを知ることだ。他のどんなものよりも特別で大事な何か、その人のためなら犠牲も厭わず守り抜く。自分の未来や人生なんかより大事な人。これメインだ。これはシドのカードだ。スキップがスケートボードのチームを作るんだ。シドは内地が悪いんですバカ。いや、今日はダメそうだな。実はさ、昨日スキップの店にみんなで集まったんだ。そこでそのトニーがチームに入った。それからシドもだよ。ペギーにビニアック、レッドドッグにショーゴも。ああ俺もだ。悪いな。エルビス何してる。もう夜なのか。1日分手当て出してんだろ。そんなの聞いてねえ。質問に答えろ。エルビス丸い月は出たのか。全部でか。やるじゃねえか。それでだけどボビー、あまりたくさんはごめんだ。いいだろう、やってみよう。俺たちの仲だ。ただし金曜日に言い訳なんか聞きたくねえぞ。よし行く。あんたちゃんと電話してから来るようにしろよ。こっちにも都合ってのがあんだぜ。ユーコンではなかなか車が止まってくれなくて大変だった。でもなんとか到着。地元の動植物について詳しく書いてある本も手に入れたよ。これから何ヶ月かは自然が与えてくれるものだけを食べて生きていくつもり。そのための準備は万端です。南へ戻るのは多分ずっと先になると思う。とにかくこれだけは言っておきます。あなたは素晴らしい人だ。魅力を感じると言っただけだ。すごくいいチームを持ってる。キャノンボールテイラーもマギーマニフォルドも大きなレースで勝ってる。大事だよ。レースを続けるためには勝たないとダメなんだ。僕にはレースしかないから。高校も君の助けがなきゃ中退だった。だけどマシンに乗ってる時は意味があるって思える。そうじゃない、これも意味があるよ。僕は本気で一生彼と一緒に暮らしていこうって思ってたのに、それが慰めになる。先月スペインに行ったんだ。いろいろあったよ。バルセロナでメモリアルマーチがあったんだ。フランコの時代に死んだ芸のね。もちろん警察は追い払おうとしたけど彼女たちは逃げなかった。それどころか立ち向かっていってもう大混乱だ。その時に大きなゴム弾が見えた。女装のやつは頭にそれが当たってもまだ戦い続けてた。叫びながらそれでも戦ってるんだよ。誰だかわかんねえのにそんな格好で出てくか。普通この町のみんなに見せてんだろ。親父ドティもいるんだろ。親父に話がやってきた。俺は殴ってない。なんか吐いたらどうなんだ。なんだこれひでえな。どこで手に入れた。ゲミ丸出しで出てきたんだぞ。だらしねえ母親の遊び、ドティには見せたくない。ガラスだと奴らは生体電流から出る電波を感知してる。わからないけどサメもだ。人の電気パルスが見えるに違いない。でガラスがそれを隠した。もうかけたよ。なら他にどこへ行きゃいい。上なら眺めが効く。何が起きてるかよく見えるし、どこが安全かもわかる。電気系統をダメにしてる。そのためにここへ来た。こっちはどうする。わかった、外してくれ。マジで消えるんだな。いつまで。まあそこに座れよ。俺に任せろ。1年間お二人様ね。3人誰だよ。 OK、 それじゃ3名様ね。王がついてけばバンバン服を買うだろ。1年間住居費に食費に娯楽費。場所はどこ。インドネシアのどの。マジでヤバそうだ。まずは新ルートで100万ドル使えるようにしておこう。もし誰かがドアを開けといてくれたら、ゴミとションベンの時代じゃなくミルクと蜂蜜の時代に生きてたら、ボニーは有名にならずに終わったかもしれない。もし世の中がのし上がろうとするものを褒めそやさなかったら、それよりもし俺が夢を全部叶えると誓っていなかったら、ボニーは俺のことを忘れたかもしれない。その方が良かった。ああ、車のリムが曲がって修理してもらえる。いや、誰も気にしたりするもんかよ。俺たちは兵隊だ。命じられたことをやる。ここで士官はあんただけ。指揮官のあんたが命令を下してくれ。いや、ください。村に何人のタリバンがいるか分かってんのか。なんでこんなに早く見つかったか分かんねえ。クソ、どうして俺たちより早くここへ。黒と話してたんだよ。お袋は何も言ってなかった。お袋はこんな。ああ、クソ、指が真っ赤だ。
遺体は20代半ばから後半と見られる。皮膚に異常は見られない。出血やあざなどの外傷もなし。傷跡もなく目視で確認できるものはない。髪は茶色、目は灰色。死後硬直もない。死んだのはいつだ？現場が冷えてたとか？ウエストが細すぎる。骨格から考えたら異常だ。どうやったら外傷を負わせずに手首と足首を折れるんだ？